オーストラリアンベースボールリーグはオーストラリアのプロ野球リーグ。2010年発足。オーストラリア野球連盟によって運営され、オーストラリア政府の支援を受けている。オーストラリアで野球が行われたのは100年以上前と言われており、アメリカの交付によって紹介されたのが始まりだとされている。1897年には、 オーストラリア人だけで組織されたナショナルチームがアメリカ遠征を行い14試合で10勝を挙げたという記録が残っている。1930年代には国内のアマチュア野球リーグが整備されたが南半球にあるため野球が盛んな国のメインシーズンと会うことができず国際試合に再び顔を出したのは1971年の 韓国で開かれたアジア野球選手権大会からであった。オーストラリア国内で野球というスポーツが一般に認知され始めたのは1987年のデーブ・ニルソンのミルウォーキー・ブルワーズ入団からであり、その後徐々に選手数を増やしていくこととなった。オーストラリアでは1980年代に様々な国内プロスポーツ組織が結成され、そんな中で 野球も1989年に最初のオーストラリアンベースボールリーグが8チームの加盟により発足した。1994年には参加チーム数が9チームへと拡大され、翌1995年にはアジア地域のプロ野球リーグによるトーナメントアジアパシフィックスーパーベースボールに招待出場するなど競技の普及に力を尽くしたものの、 財政難により発足から10年後の1999年にリーグごとデーブ・ニールソンによって買収され消滅した。ニールソンはその年、新リーグ、インターナショナル・ベースボール・リーグ・オブ・オーストラリアを発足するに至った。新リーグには国外のチームも複数参加するなど、旧エビール時代よりグローバルに展開された。 しかしイブラも2002年を最後に休止となった。そのため、現在のオーストラリアンベースボールリーグが発足する2010年まで、国内プロリーグが不在となった。そのままナショナルチームは、継続的に、国際大会やグアム、サモア、フィジーなどのチームが参加する、オセアニア野球選手権大会へと参加し、工術の大規模、アマリーグも毎年開催されるなど競技者自体は、 一定数存在していた。クラクストンシールドプロリーグとは別に、1934年から2010年までは、州別対抗アマチュアリーグの、クラクストンシールドという大会が行われていた。これは、合衆最大の野球大会であり、QA ビール、イブラといった各、プロリーグもこの大会を兼ねる形で開催されていた。現 A ビール発足後も、 同様にリーグに統合する形で休止され、優勝トロフィーであった盾、クラクストンシールドは、a ビールチャンピオン球団へと引き継がれている。現在の a ビールは、2010年に、オーストラリア野球連盟とメジャーリーグ機構の、出資により、本格的なプロ野球リーグとして発足され、国内6都市に球団を置き、この年11月から翌年2月まで、レギュラーシーズン40試合、 ポストシーズン12試合という日程でスタートした。当時 MLB の下部組織であったリーグの性格も、手伝い、北米マイナーリーグの選手も多数派遣され、さらに、日本からは読売ジャイアンツ福岡ソフトバンクホークス阪神タイガース埼玉西武ライオンズなど NPB 複数球団の選手が、派遣された。その後も、各国との派遣交流は続いており、 日本からも NPB のみならず、リーグ発足前から ABF と派遣交流のあった、四国、九州アイランドリーグや、社会人野球の選手らが参加している。リーグ戦は、北半球のシーズンオフに開催されるため、実力のある選手は、その後アメリカ、日本、台湾、イタリアなどのプロリーグでプレーするというパターンが多く、中南米のウィンターリーグに近い形であると言える。 このため日本やアメリカ、台湾などからも、冬季の調整を兼ねて参加する選手がいる。また、2011年度から、プロ野球、アジアシリーズにも参戦しており、2013年には、キャンベラ・キャバルリーが、オーストラリアのチームとして、初のアジアシリーズチャンピオンに輝いた。2017年シーズン初頭、オーストラリア国内における、野球競技の知名度。 レベルの向上に伴うリーグの拡大構想が示され、翌2018から19シーズンより、参加球団数を8チームとすることが発表された。これにより、ニュージーランドのオークランドを保護地域とするオークランド・テュアタラ、クボリーグの選手が参加するなど韓国と深いつながりの、ある、ジーロング・コリアの2チームが新たに加入した。8球団体制となったことにより、 リーグが再編され、各チームが、サウスウェストディビジョンと、ノースイーストディビジョンに割り振られる2ディビジョン制となり、ワイルドカード制の導入など、ポストシーズンのシステムも改められた。また2018年は、国際大会外での日本との代表強化試合の開催や、A ビールでもプレーした、台湾プロ野球の伝説的選手、超新山を、ブリスベン・バンディッツのコーチに招聘したほか、 台湾でのプロ野球放映権を持つイレブンスポーツと提携し、リーグ戦及びプレイオフ全試合の放送を台湾内で開始するなど、前述のオーストラリア国外を主体とする新球団、加入と合わせ、アジアオセアニア地区にかけてリーグの拡大へと舵を切る年となった。オークランドブリスベンシュドニー・キャンベラジー・ロングメルボルン、パースはデレード2010から11リーグ優勝の シドニー・ブルーソックスは、ポストシーズン敗退 MVP は勝利チームより、選出。ありがとうございます。